はい、インディーズバンドルームさんのリーダーボーとボーカルのランでございます。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、ということでですね、今日はちょっと思考を変えましてですね、まだ違うスペースでね、今日来てまして、レンタルスペースみたいなところをちょっと借りてやってみようかなと思って、なんでここにしたかというと、大画面テレビがあるんで、まあ、これにちょっとね、写真写しながら、ちょっと今までのライブの写真とかをね、ちょっと出しながらちょっと語っていこうかなと思ってるんで、ちょっとやっていこうと思います。まあとりあえず今年のやつからいきましょうか。今年のやつね、はい、今年ね、実は元旦にライブしたんですよ。そうですね、はい、元旦にね、有馬温泉ギリギリできたって言っても過言ではない。その有馬温泉のちょっとね、ライブをした時の写真をね、ちょっとご紹介しようかなと思います。旅館的にはこんな感じのところですね。はい、有馬温泉の小仙閣さんっていう、結構有馬ではなんていうか、土地の面積が確か一番とかそうなんです。有馬温泉のその全敷地のうっすらですけど4分の1ぐらいの土地持ってるのかなり大きいんですね。敷地はかなり広いところなんですけども、仙閣さんというところでライブしてきました。どんな感じかと言いますと、結構忙しいなこれな。結構ね、ロビーも広くて、なんか老舗の旅館って感じの雰囲気で、楽屋がそうめっちゃ広い。なんか会議室みたいなところですね、これね。そうそうそう、楽屋をこんだけ各14、15人座れるすごい長いテーブルみたいなのを用意いただきまして、そこがなんか夜の8時からバーになるみたいな感じのところなんですけど、めっちゃ雰囲気良かったです。ステージもあって、そうですね、そうそうで、ライブのまあ最初はこんな感じですね。ああ、そうですね、これね、ロビーでやったんですよ。入り口入ってすぐのチェックインのロビーの広いところでこう歌わせてもらってやったんですけど、あ、これね、これちょっと隅っこから撮った写真総支配人が撮っていただいた写真なんですけれども、まあまあね、天井も高くて、すごくこう音の響きもね、きれかったですよね。で、スピーカーもね、まあいいの結構持ってって、自分たちで持っていってやっております。結構ね、お客さんがお金持ちが多い。やっぱり元旦の有馬温泉泊まる人って、やっぱりそれなりの人ですよね。高いですよ、宿泊費。そうなんですよ、あ、これ。まあこなして、まあ自分たちの機材持ってこうやって準備してやるんですよね。まあなんかこれはもう返しのスピーカーっていうので置いて、まあ専門的なことはいいんじゃない？見てる人わからないですね。いつもね、こうやってセット自分らで持ってって設置してっていうふうにやってますね。セットしてそうですそうです。まあ慣れたもんでね、最初はゴダゴダしながらやってたんですけど、最近はもう撤収も早いし設置も早いみたいな。30分ぐらいですからね、大体セッティングと撤収で30分ぐらいですもんね。職人ちゃんがいる。でこれちょっと合間に有馬温泉の温泉街でちょっとね、これ何やったっけな、タコの天ぷらみたいなやつなんですけど、なんか有名なのかな。天ぷらっていうか、どっちかとこう練り天みたいなやつ売ってましたよね。まあこんなんをちょっと休憩時間というかね、合間にそのライブまでの間にこういうのを食べながらですね。ふざけてる。いつも通り。こういうのが楽しいんですよ、遠征行くとね。我々いろんなとこ行ってるんで、今それをちょっと今からね、いろんなとこ行った記録をね、ちょっとまあこうやってスライドショーじゃないですけど、これ2ステージ目の外ですね。ロッジコテージみたいなのがありまして、外でやってくれと。元旦の正月のクソ寒い中ですね、外でやってほしいという、まあこれ依頼をいただいたんで、まあまあいただいた限りはやらないとしゃあないなと。ストーブみたいなの置いてくれたんですけど、やってる我々は激サブっていうね。そうですね。まあこれがね。あ、そう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 。最後ね、温泉入ってってください。最後ちょっと温泉いただきました。はい。これ有馬温泉、これ誰もいないんでちょっと撮らさせていただきましたけども、これが源泉ですね。はい。まあこれも入って。まさか私ね。お風呂いただけると思わず、何にもセット持っていかんかったんで、もう化粧も取らずに、こっからしただけ頑張って使って帰ってきましたけどね。我々ね、ライブの後のお風呂が大好きで、なんかどこかに行ってこう遠征してライブした後って絶対お風呂なんですよ。大体ね、8割ぐらいはお風呂入ってますよ。もう目的不純ですよね。お風呂入りたいから、そういった施設を狙って営業かけてっていうのでやってはるんですよ。これ籠の屋かな。そうそうそう、籠の屋で宴会です。正月から散々食べましたね、ここで。これ経費で行きましたからね。経費やから、もう正月ぐらい経費で行っとけと。人の金やからってね、私めっちゃ食べました。カゴナーでこれ16000円ぐらいしたから。結構食べてる。カゴナーで16000円食べるってかなりのもんやと思うんですよ。でこの時の私運転手やったんで、もう一滴お酒飲めへんかったとか。全員飲んでないですね。全員もソフトドリンク。変な写真いっぱい入ってるんで。ああこれね、みんなで温まってるやつとか。いいとして。あこれいただいた写真ですね。これロビーで、これ最初の方かな。そう、なんか人もそぞろっていう。そうなんですよ。音出してちょっとライブをやってるとちょっと人が出てくるっていう感じなんですよね。まあこういう感じで、でだんだんこの最後の方になると、まあこういう風にお客さんいっぱいになりまして、わらわらっとね、わらわらっとお客さんいっぱいになって、結構嬉しいなと思って、結構盛り上がりましたね最後はね。まあなんやかんやでね、結構ね富裕層の方が多いので、手拍子をね。こうしてください的なノリの時にみんなやってくれるかなってすごい不安にはなってましたけど、毎回不安になります。毎回不安、なんかこうやじ飛ばすようなおっちゃんもおらへんし、静かに黙って聞いてる人が多かったんですけど、なんかこう MC でやっててもなんかちょっと私がちょけてみたりとかやってもちょっとクスッとも笑わへんみたいな感じの人たちやったんで、まあ最後は無理やりねやれよみたいな感じでここの人がねちょっと手拍子してくれてる感じなんですけれども。それがねどんどん広がってって、みんななんかこう恥ずかしがりながらこうやってくれるみたいなね、やっぱいい思い出やなと思いますね。こういったところでも手拍子いただけるようになったっていうのはちょっと成長したのかなっていうふうに自分で勝手に思ってます。これが外でやったやつですね。はい、そう、ここは寒かったですね。ちょっと見えにくいから見えにくいけど、まあまあ辛かったですね。辛かったですね。これは私手袋してます。もうボーカルの特権、本当前の動画でも言ったんですけど、暑い時と寒い時は外でやっちゃダメですね。もう大変です。そう、やる側も大変ですよ、見る側も大変、過酷な環境の中で何しこんな音楽聴かなあかんねんなるんで、まあね、まあそういう案内が分からなかったんで、まあ今回ね依頼されたということでですね、一応やらせてはいただきましたけども、次回はちょっといや無理ですよっていう話を、秋とか春先とか季節のいい時にこういうとこでやったらねすごい気分よくできるんですけど、はい、じゃあ有馬温泉ね、今年のこれね1月やった、次ね今年の、1月、これも1月、この有馬温泉の元旦から5日後、5日後か、1週間後やと思った、我々北九州にフェリーで、ライブ行くんですよ。ライブというかフェリーの中でライブして北九州行って、でそこから着いたらその日に、翌日ですね大分まで行ってっていう、そういうライブをね、やってるんですけど、それをちょこっと。大分なかなか遠いですからね。遠いですね。片道100キロなんですよ。往復200キロ。ちなみに私は行きも帰りも運転してます。で阪急フェリー。おお。こういう感じです。これステージですね。大阪の泉大津港から出てる方の便で行ってます。神戸の便もあるんですけど、こっちの方が結構ね。最新型の船で、そうそうそう、ステージもこうやってこうね、それ専用に設けてくれてるところ、今も今年あれですよ、また新型出てるんでね、行けたらいいんですけどね、まあちょっとまだ状況が分かんない感じでございます。まあこれがねステージになり、天井吹き抜けで3階までもなんていうんですかね、こう丸見えなんですよ、吹き抜けになってて、まあいろんな階からね頭ひょこって出してこう見てくれたりとかっていうのがあるんで、ステージがですね、ステージの写真ちょっとね動画の切り抜きしかないんで、まあこんな感じでね、そうですね、ちょっと見にくいかなっていう感じですね。はい、まあこんな感じで、そうですね、もうお客さんが1階2階3階がありまして、ショッピングモールの吹き抜けみたいな感じになってるんですよね。でそこでライブすると、まあめちゃくちゃ響くんですよね、音がね。ここでやるライブはすごく気持ちいいですね。反響音という自然のねエコーがね結構いい感じなんで、結構好きですよ。だから音響的には好きかな。多少ね歌下手くそでもそんなに分からへん。これ言ったらあかんけど。でまあこういうふうに準備しまして。そう。準備してるところですね。もうこれもだいたいいつも30分でダダダダダーっとね、はい、これランがこういうふうに。万歳してます。そう、イエーイってここでやってますけどね。やってますけどね。まあでもここでのライブの経験積んでたら、大きな会場とかでどこに視線送ったらええんやろうっていうの悩む必要がなくなります。これのおかげでね、大きいホールでも全然問題なく。はい、でこの映像というか写真がですね、まあ今年はちょっとこの部屋だったんです。往復ともこの部屋でしたね。4人部屋で。4人部屋なんですけどいつも2つ取ってくれるんですよね。ありがたいことですね。そうですね、一応気使ってね、男子部屋女子部屋で分けて取ってくれてるんやと思うんですけど、まあ、うち今後で面倒くさいで22でもうごちゃってやってます。3人とか狭い一回私独房やんここってな、それまで後で言おうと思ってたんですよ。後で言おうと思ってたんですよ。あ、そうなんや。これちょっと今今年のやつ先やってるんで、まあこういう部屋で窓もあって外の景色見れるんですよ。そうそうね、泉四つから北九州の新門司までですね、これで行くんですけども、大体12時間ぐらいですかね。でまあ朝の6時に向こうに着くという感じで、まあこれちょっとこういうふうにね、フェリーの中でレストランで外の食事が美味しいんですよ。こういうちょっと窓際の席があったりとか、あとプロムナード的な。なんか展望台みたいなところですよね。ありますし、ご飯の映像はこれですかね。めっちゃ豪華に似てますこれ。もうなんだろう、みんなセルフで取ってあと会計するっていうシステムなんで、とりあえずもらえる食券全部使ってみんな食うて飲んでしようみたいな感じでね。ありがたいことにね、これお食事つけてもらえるんで、まあ2000円分ずつ1人つけていただけるんで、まあこれで。4人で行ったら8000円分ですよ。8000円分で8000円分いっぺんにこうやって取ってみんなで取り分けて食べるっていうねことをやってます。これでもコロナになるとちょっとこれも変わってくるんだなと思うんですよね。まあこれがご飯の映像でございます。まあこんな感じでお腹空いてきた、これ食堂みたいな雰囲気ですかね。取ってっていう感じなんで、置いてあるお惣菜を取るっていう形。でも刺身美味しいですよね。毎回食べてた思うけど。でこれのちょっと前回の映像で、たまにっていうか結構な割合でいい部屋の時があるんですよね。なんだろう、これ普通に今こうドミトリーみたいな感じで2段ベッドだったんですけど、普通にベッド2個だけの普通のホテルみたいな感じの部屋があるんですよ。たまにね、お客さんが少ない時期に行ったら私らにあてがってくれることがあるんで、まあでも逆にね気まずいんですよ。逆に気まずいんですよ、この部屋って。なんかホテルのツインルームみたいな感じで、デラックス洋室かな、これデラックス和洋室みたいな感じの。まあゆっくり寝れるっちゃ寝れるんですけど、ただ何が問題かって言って、私と同室になった人は私は着替える時外出てくださいって話になるんで、ドミトリーのね2段ベッドの時カーテンあるんで、その中でこそこそって着替えることができるんですよね。結構いい部屋なんですよ、これ窓まで持ってるって。まあこんな感じで、これライブ前なんですけどね、本番前もうぐったぐだなってるんですけど、みんなで誰も緊張して、これベースでサポート入ってもらってるジェルオ君と、ピアノのノリ君がもう寝そべってなんか遊んでる感じですけど、本番前大体こんな感じでございます。もうすごいリラックスしてます。まあこういう風な部屋もあるということで、朝になるとこうやって運が良ければですね、こういう朝日が見えるという船の上からですね、これ多分九州側の映像だと思うんですけども、こういうふうに朝日が綺麗に見えるという。私は朝起きれへんね、そのまま。そう、叩き起こしても起きへんもん。私朝絶対起きません、早く。もったいない。まあ朝日なんかどうでもいいですよ、もうはよずっと寝ときたいっていう。もう朝はよ起きた日って一日中機嫌悪いんで、もう絶対嫌ですね、私は。これ朝日の、まあこれ男連中3人でね、まあまあね、はしゃいでね、みんなでね。そんな感じで。はい、こんな感じで阪急フェリーは、やっております。まあ旅ばっかりやってるバンドやなっていうのこれで多分分かったかと思うんですけど、ね。はい。で、次去年ね10月に旧川村っていうとこ行ったんですよ。これ香川県の遠征なんですけども、そうですね。その写真ちょっと出しましょうか。はい。まあそこもすごい良かったですよね。旧川村ってまあなんでしょうね、公共の宿みたいな感じのとこなんですけども、讃岐五色台っていう旧川村讃岐五色台という、施設でございます。結構宿泊も安いんですよ。1万円ちょっとぐらいですかね、多分。結構安いんですよ。ゆかいリゾートとかあんな雰囲気で行けるような、感じなんですけども。お値段以上ですよ、ここはマジで。これね10月のあこれじゃない大変やな、意外とこれ。でもね、写真がねこう時系列にできたらいいんですけどね、なかなかね。これつなぎで私喋ってるじゃないですか、出た瞬間に割って入って喋ってくるっていう。どんだけ喋りたがりやねんとか思うけど。はい、これです。これ夕日朝日どっちですか？これ夕日ですね。夕日か。ライブ前に撮ったやつだと思います。ここは夜のねみんなお食事終わってからぐらいの人をターゲットにライブしてるんですけども、まあこれその前にちょっと撮った夕日の。10月頃なんで、何時でしょうね、5時とか6時とかそれぐらいだと思うんですけども、夕日の写真でございます。あれ瀬戸大橋がバって見えるんですよ。そうですね。結構綺麗ですよ。パノラマみたいな感じになってて、ロビーがもう本当に写真みたいなんですよ。特にもうまあ朝日もそうですけど、朝日昇ってから明るくなってから見てもほんま綺麗ですね。で、実はね、ここライブがちょっと遅いんで、ライブをやる時間が遅くて、その前にねご飯食べるじゃないですか。もうね、ボーカルにとってはものすごい鬼門ですよね。もうお腹にご飯入れた状態で歌ったら出てくるんですよ。ここからひっこ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 横隔膜動かすんで、まあでもしゃあない慣れですよ。ほんで楽器隊ってそんなね、別にわーって大きな声出すわけじゃないんで、私の目の前でもうすごい量食べるの見たらほんまに拷問で、ちょっと準備時間かかったよね、この時ね。ちょっと時間かかりましたね。時間かかって、なんかいろんな都合でその準備ができなかったりとかするんで、時間的にうまいこといかん時は結構カツカツなんですけど、まあまあでもライブの前にこうやってご飯いただきまして、まあご飯美味しいんですよ、ここ。そう。まあ、宣伝全然宣伝とかそんなんじゃないですよ、これ企業案件でも何でもないですけど、さっき私が言ったもう宿泊費値段以上の価値があるっていうのはここなんですよ。ご飯がマジで美味しくて、もうここも海産物、刺身も美味しいし、なんかお店も全部美味しいですよね。まあ、この時はビュッフェ形式で、今ちょっと変わってるかもしれないですけど、この時はビュッフェ形式でこう取っていくで、これカツオとかね、やっぱ魚がうまい。そう、美味しい。ブリのこのハラミとかね。ほんでキーボードののりくんが、まあ何せクイズ張ってる子なんで、でもここでの食事の時がビビるぐらいの量食べるんですよ、彼。まあこんな感じで。ああ、刺身、これね、これ美味しいですね。オリーブ代かなんかだな、俺。茶はハマチがオリーブハマチ。そう、オリーブハマチで。これですね、オリーブハマチですね、これね。書いてあるオリーブハマチってここに。てますけど、美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったです。これを食べてライブを。半分これ目当てで行ってるようなもんですけど。まあこういう風なビュッフェがね、本当にね、ここいろいろ種類がむちゃくちゃ多くて。本当にね、私ね、これをね、お腹いっぱいに食べられないっていうのがすごい辛い。で、まあ部屋がこんな感じで、ね。楽屋というか、楽屋兼宿泊部屋みたいな感じで、まあこれもいつも2部屋用意していただいてるんですけど、結局1個が物置部屋で、もう1個でみんな雑魚寝みたいな感じでやってますね。なんか贅沢に、まあこれランの写真もありますけど、こうやってはみたいな、なんやねんみたいなね。まあ楽屋兼なんで、ここでお客さん見てから何の曲をやるかを考えてるんですよね。そうですね。年齢層みたいな、あらかじめ考えていくとターゲットのお客さんじゃなかったりするんで、もうお客さんの顔を見てからですね、大体こんな人がいるかなっていうのを分かってから、セットリストを考えるっていうことをやってますね。これね、動画もあったんですけどね、どこだかな。でもこれ晩ご飯食べた後にやってますって言ったじゃないですか。ああ、これですね。これご飯の映像です。ほぼ全種類制覇みたいな。取りすぎやろこれ。こんだけ食うやん。もう食べたい。見てください、私こんだけしか食べてないんですよ。こんだけ、あんだけ歌わなあかんからな。で、僕はこれです。でもこんだけの量しか食べてないのに、歌ってる最中なんか出てきました。ウェッと言うて。ね、まあそういう感じで、香川県を楽しくですね。本当は今年ね、行く予定やったんですよ。4月やったっけ？そうですそうです。行く予定やったんですけど、なかなか中止になっちゃって。あ、これ肝心なライブ映像出してないですね。ライブ写真出しましょうか。まあこんな感じで、この時にね、私が男か女かどっちやねんみたいな話を目の前におったおばちゃん連中がね。コソ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 話してみたいなのやってはったんですけど、これ旧華村のスタッフさんが撮ってくれて、結構綺麗に撮れてるんですよね。いい感じでこう前のね方が結構手拍子してくださりまして、結構ノリ良かったですね、このお客さんね。まあいいお客さんが結構多かったですよね。でもいつもいいって思うのが、やっぱいいお客さん多いですよね、四国。そうですね、四国結構大好きですよ、私も。まあ四国大好きって言っても来てるお客さんはまあ大阪。大阪。そう、四国行って香川行ってるのにお客さんほとんど大阪。なんかノリええな思って、なんかノリええな思ったら、よくよく聞けば大阪働きてますという。あ、なるほどね。はあはあはあみたいな。まあそうですよね、淡路島からずっと来れますからね、まあそんなに車で来るやつはそこまで遠くはないっていう、まあ夜景もねこんな感じで綺麗に見えるんですけど、初回行った時がもう霧がすごくて真っ白っていう感じやったんですよ。初回出しましょうか。初回はね、でもね、初回ね結構苦い思い出があってね、2回やったろうぜって言って1回目ご飯前ぐらいの5時半とかにやったんですかね、うん、絶対やっぱりお腹空いてるからみんな食事先行くわみたいな感じになっちゃうんでそうなんですよ。ごく一部の人しか聞いてくれへんみたいなそれ仕方ないんですね。まあこれしくったな思いましたけどね、本当にね。初回のこれちょっと実は写真ね、YouTube のコミュニティのとこ載せてるんですけど、まあこの写真、これ朝ごはんですね。朝ごはんですね。で瀬戸大橋が見えていて、これめちゃめちゃリッチっすよね。朝ごはんめっちゃ優雅でしょこれ。すげえパノラマビューいう感じでね。本当ねありがたいですよ。朝食もね美味しいんですよここ。ワッフル焼けたりとかするのあれ？自分でワッフル焼けますね。ね。あれ朝食やったかな。なんか自分で焼くやつがあるんですよね。あれもあって結構本当にね食事が美味しいですここは。まあそんな感じで、まあ今年と去年ちょっとだけのライブの解説をしましたけど、まあこれぐらいに20分いったんで結構これ大変ですねこれ写真出しながらってね。でも一部出しただけで20分ですからね、これ全部やったらまあいろいろやってるでしょ我々って。ということで、まあ有馬温泉と九州行きの阪急フェリーさんと香川県の讃岐旧華村讃岐五色台さんで、まあこういう遠征を我々ほぼメインですよね。そうですね。で行ってるんでね、またひょっとしたらね、これ見られてる方どっかでお会いするかもしれないです。またちょっと変わったところに行くかもしれないんでね、そういうことがありましたらぜひお声かけいただければと思います。ぜひともお願いします。ということでこの動画はちょっと長くなりましたが、これにて終わろうと思いますんで。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。